サー・エドワード・コークは、イングランドの法律家、政治家。中世ゲルマン法に由来するコモンローの法思想を、理論化し、近代の法思想として継承させることに成功し、法の支配という憲法原理を確立した。英国法の発展に大きく貢献した、法律家の一人。植民地の起業家でもあった。聖はクックとも、発音並びに表記される。ノーフォークマイルハムで、 デントリーの家庭に生まれ、1567年に、ケンブリッジ大学トリニティカレッジへ、入学、1572年に、放送員の一つである、インナーテンプルに、入学、1578年に弁護士となった。それから法律家として活躍し始め、バーリー男爵、ウィリアム・セシルの引き立てもあり、出世、1586年にのリッチの裁判官、1589年に、 庶民院議員、翌1590年に、インナーテンプルの幹部委員、1592年に、ロンドンの裁判官に選ばれた。同年に、法務次官と庶民院議長も、兼任。前者は1594年まで、後者は1593年まで務めた。1594年には、法務長官、トマス・エジャートンの後任として、法務長官に昇進した。この時、 バーリー男爵と、次男ロバートセシルの性的エセックス博、ロバートデ・バルーが長官にフランシス・ベーコンを押したが、次官のコークが長官に昇進するのが順当で、エリザベス一世とバーリー男爵やほとんどの、数密顧問官もコークを押していたため、最終的にコークと決まった。また、1597年に、ベーコンが浮遊な未亡人で、バーリー男爵の孫娘、 エリザベス・ハットンとの結婚を望み、エセックスクも後押ししたが、エリザベスはコークを再婚相手に選び二人は翌1598年に再婚した。コークにとってもこれは再婚だった。上官在任中は王権擁護の立場から次々と裁判を手掛け、1601年2月8日にエジャートンらと共に女王の使者としてクーデターを起こす。 直前のエセックス博を訪問したが屋敷に遊兵され、クーデターに失敗して捕らえられたエセックス博を2月19日の裁判でベーコンと共に裁き、1603年にウォルター・ローリーも裁判にかけて有罪判決を下した。1605年から1606年にかけて火薬陰謀事件関係者も容赦なく訴追した一方、法廷で活動してから関与した訴訟を記録し、 全11巻にも及ぶ、判例集編纂を進めていった。ところが、1606年に、民事高等裁判所主席裁判官へ転身してから、広くの姿勢が変化した。顧問の及ぼし、それを扱う裁判所の権限を拡大、他の裁判所や王権との対立を引き起こしたのである。背景には、北部評議会などの裁判所新設、 大法官裁判所などのエクイティの裁判所が権限を拡大。これらを通じて、国王体験が伸長し、古文ー裁判所との争いが生じた事情があった。しかし国王ジェームズ一世とその側近になっていた、ベーコンからすれば、コークの方が古文ーを盾に取った、越権行為をしていることになり、コークはベーコン及び、ジェームズ一世との対立が避けられなくなった。 コークははじめ教会裁判所と衝突、世俗裁判所に属すると考えた事件を、教会裁判所が受理することを禁止する禁止令状を、国王の名でしばしば出していた。教会裁判所からの苦情を受け付けたジェームズ一世はコークに、各裁判所間のバランスと取るべきと申し入れたが、取り合わず、逆に王権も、法の下にある。法の技法は、法律でないとわからないので、 王の判断が法律家の判断に優先することはないと主張したところ、気分を害したジェームズ一世が王であるあまりが法の下にあるとの発言は反逆罪に当たると質問したのに対し、コークは国王といえども神と法の下にあるというヘンリー・ブラクトンの方言を引用していめたとされる。こうした動きに対しベーコンがその対処にあたり1608年に コモンド裁判所とエールズの裁判所が管轄争いを起こすと自分たちの権利をこわだかに主張するコモンド裁判所を非難、ベーコンの影響を受けたジェームズ一世が1610年に各裁判所へそれぞれの管轄を保持することと事情を呼びかけ、事態の収拾を図った。一方で、コークの学識を高く評価していたため、引き続き裁判官として徴用した。 1613年、王座裁判所主席裁判官、トマス・フレミングの死亡で、民事高等裁判所から王座裁判所へ移動となったが、なんとかコークを本意させようと彼とジェームズ一世との接近を計画、加えて、見入りの良くない王座裁判所への移動で懲罰を対外的に印象づけることも図ったベーコンが、ジェームズ一世に進言した結果だった。なお、コークの移動で、 玉月人事が行われ、民事高等裁判所主席裁判官には、コークの公認の法務長官ヘンリー・ホバートが、法務長官にはベーコンが就任した。しかし、王座裁判所主席裁判官になってもコークは態度を変えず、ジェームズ一世ベーコンとの対立を継続していった。サマセット博、ロバートカーの殺人事件裁判では、コークとベーコンは協力したが、裁判官は、 国王の擁護者と考えるベーコンと国王と人民の間の調停者と考えるコークの思想は入れず、ジェームズ一世の裁判官への干渉に対する抗議も重なり、大法官でベーコンと連携したエジャートンとも対立を深めていった。裁判所の管轄争いも国王体験と裁判所の対立と問題が拡大、1616 16年に、 ジェームズ一世により王座裁判所主席裁判官を罷免された。放送会を追われたコークが見出した場所は議会で1621年の議会では庶民院議員として宿敵ベーコンの失脚に主要な役割を果たした。この議会で先頭に立って独占権批判を展開、ジェームズ一世への側近バ金キンガム公、ジョージ・ビリアーズの関係者を独占権を悪用したとして告発。 続いて、大法官になり、独占権の許可に深く関わっていたベーコンを収賄の罪で告発、ベーコンを失脚に追いやった。さらに、議会の大抗議を作成し議会の権利は、イングランド国民の権利だと主張したが、ジェームズ一世の報復で、同じく作成したジョン・ピムラと共に投獄された。ジェームズ一世の後を継いだ、チャールズ一世に対しても、批判的だったため、 バッキンガムにより、庶民院議員との兼業を禁止されていたシェリフに、認じられ、トマス・ウェントワースともども庶民院から排除された。しかし庶民院で、議員活動を続け、1628年の議会で、ピーム、ウェントワース、ジョン・エリオットら議員が、チャールズ一世やバッキンガムの失勢を攻撃、国王側の国民の恣意的逮捕、議会の同意なき課税が、問題になると、 権利の正眼を起草、恣意的逮捕、議会の同意なき課税禁止を記して、国民の権利を再確認した。1629年頃に引退し5年後の1634年に82歳の高齢で死去。チャールズ一世は議会を解散しエリオットは再度、投獄され1632年に獄死、ベントワースも国王側に懐柔される中、ピムは、 コークとエリオットに代わり二会指導者になり、国王批判を続けていった。コモンローの信奉者だったコークは、コモンローが古い伝統、慣習、判例の積み重ねで出来上がったことを重視、新民の権利と自由を保障する、政徳権がコモンローだとする、古来の国政論を主張した。それに基づき、コモンローの改変、修正に反対、保守することを強調した。 同時にそれは伝統の法解釈に携わる法律家の権威向上にもつながり、たとえ国王でも改変を許さないことも意味した。また、古文論を他の制定法より上位に置き、それが制定法が一般の正義と条理に反した場合は無効になるという判定も出来上がった。法解釈と関連づけて議会の機能も説明、議会を現代で言う。 立法機関と捉えず、司法機関、すなわち、立法、司法が混在した最高の法廷とみなした。広区によれば、議会の庶民員は法を解釈する最高裁判所とされ、法の市場性は、庶民員の市場性につながった。ただし議会は特別な裁判所と位置づけるが、その機能は、議会特権を犯した者への処罰しか指摘せず、立法についても、 議会主権というほど徹底しておらず、国王体験を犯すことはできないとする。議会立法権が、古文労を侵害する、可能性についてもそれぞれの調和を期待するに止め、理論に一貫性が見られない。政治家に転身してからは、法律知識を活かして、古文労やマグナカルタを引用、注釈して、国王体験に対する抵抗を試み、基本的に、 近衡憲法論を重んじていたが、同じく近衡憲法論者のベーコンがやや国王擁護の立場だったのに対し、コークは時代の変化を読み取り議会の権限強化に一定の期を果たした。1621年の独占権批判はマグナカルタを引用して国民の自由を脅かしていると主張。国王の独占権特許が国王体験に触れる点は、 国王体験に言論を持ち出し、独占権は国民の自由に関わるものとして、国王体験に属していても議論は可能と解いて、議会の独占権審議に根拠を与えた。二言論では、法の拘束を受けないはずの国王体験にも、請願という形で議会は関与できるとし、請願を受け取る国王はそれを採用、破棄するかは自由と説明しながらも、 同年のジェームズ一世の親スペイン外交に議会が、請願の形で意見することになり、ジェームズ一世の強硬な反対で議会の外交関与は失敗したが、国王体験へ議会の介入に道を開いたと言える。国王、宗教裁判所、エクイティ裁判所、開示裁判所に対して、コモンローの優位を主張し、それらの権力をコモンローによって制限することを主張し続けたとされる。 中でも1606年の国王の禁止令状事件が有名で、ジェームズ一世が王権侵受説をもって国王主権を主張したのに対して、コークが常実の通り法律家の専門分野を根拠に国王体験の干渉を牽制、ジェームズ一世の反論に応じたサイブラクトンの格言を掲げたとされる。ただしコークは国王、王室を厚く数形する国王体験の支持者で、 韓国王、反王室のイデオロギーの持ち主ではない。この事件でコークは、ノルマンコンクエスト以後裁判権に介入しようとした、王は歴代の王の中に一人もいないと明確に誤った、主張をして王を説得しようとしているが、それにもかかわらず、政治的には大きな成果をあげたものと評価されている。さらに1628年に権利の請願を起草する際、 貴族院は、庶民院の草案に、国王の主権者権力という文字を入れるよう、要求したが、コークらはそれを拒否した。コ区クの主導のもと、国庫歳入を保留することにより、庶民院は、チャールズ一世に、権利の請願を創上し、承諾を得た。あくまで均衡憲法論に基づき国王体験と、議会のバランスを重視していたコ区クだが、 体験が乱用されていると感じた場合は伝統を持ち出しつつ議会の権限強化に貢献、均衡回復に尽力した。広くに対する評価は企業法編で一方で法の父、会員のヘラクレスと称えられ、船に例えられた庶民員を導くだしと言われた。他方で裁判官時代の厳しい法の執行を非難されたり、政治家時代では疑わしい宣令を引用して、 自説を補強する先例発明家とも言われた。特にベーコンのコーク避難は激しく、1616 16年のジェームズ一世によるコーの王座裁判所、主席裁判官秘免を正当化する議論を構築した。再、国王の体験に対して裁判所のすでに確立している司法権に対して騒ぎと新しい疑問を持ち込んだ、寛大であるとか、愛想が良いとか、気前が良いとか、 本性上人々を引きつける性質を持たないために、彼は政府を攻撃するという企みによって、民衆の支持を得ようとしたと非難。同年のジェームズ一世へのイングランド法編参に関する助言でも、多くの古文道の過剰な賛美を批判している。合わせて、イングランド法編参を考案するベーコンは前述の助言で、彼の著作、判例集に代わる法規則集の構想を提案。 公正に評価を委ねる姿勢と法律家としてのコークに対抗心を燃やす発言も残している。コークはマグナカルタを古文老を明文化したものの一つと解釈し、古文老の確認、再生であるとした。このようなマグナカルタの解釈を通じて法の支配という憲法原理が確立された。こうして中世のイギリス憲法は過去の遺物として断絶されず、近代のイギリス憲法と 連続することになった。その後、マグナカルタが近代において大きな影響力を持つようになった。また、マグナカルタを貴族を保護するためだけではなく、すべての臣民を等しく保護するために用いられると解釈した。それは実質的にマグナカルタを議会や王からすべての臣民を守る保証人だと定めたことになる。コークは 大憲章は、その上に王を持たない存在であると主張したとされる。1610年のコークによるイシボナム事件の判決は、コモンローに反する法律は無効であると判示したとされ、アメリカ建国の父であるアレクサンダー・ハミルトンが、違憲立法審査を考案する契機となったとされている。カルバン事件では、スコットランド王・ジェームズ6世が、イングランド王・ジェームズ1世になった後の、 スコットランド新民はスコットランドだけでなくイングランドにも土地を所有できるとした。この事件は北アメリカに入植したイングランドの入植者がイングランド人としての権利を有するという考えを支持する重大なものとなった。コークの著書の写しは1620年にメイフラワー号に乗って北アメリカに渡りイギリス植民地のすべての法律家がコークの本、特に 反例集、イギリス法廷用に学んだ。ジョン・アダムズ、パトリック・ヘンリーは、1770年代の母国への反逆行為を支持するかどうかを、航空の著作から議論した。デルタ海峡大団は航空を精神的創設者と考えている。権利の正願が、権利の焦点、アメリカ合衆国憲法修正条項の先駆けとなった。1582年に、 ジョン・パストンの娘ブリジット・パストンと結婚10人の子を設けた。息子の一人、ロバート・コークは庶民院議員になり、娘アンはラルフ・サドリアと結婚した。ブリジットの死後1598年にエリザベス・ハットンと再婚2人の娘を設けた。ありがとうございます。